今回の雑学はこちら。タバコには放射能が含まれているのは本当かと。タバコに含まれる有害物はタールが有名でよく知られているが、それ以外では放射能があると。含まれているのは放射性同位元素のポロニウム210、アルファ線を放射する元素で、タバコに火をつけて熱すると煙の中に発生すると。その中の4分の1が肺の中に入ってくる。その喫煙者の放射能の被曝量で言うと、例えば1日に30本吸う人はレントゲン撮影を毎日受けているのと同じ量と。年で言うと300回以上レントゲン撮影していることになるということです。